あるなし問題。共通事項を考えるノートレが全部で5問、おまけ問題付きです。では、始めましょう。第1問。ある方に共通することは何？正解は、ある方は語尾がくでした。すべてひらがなに変換すると、ある方はどれも最後の文字がくになっています。第2問。共通することは何でしょう。正解は、ある方は上からさしすせそでした。すべてひらがなに変換すると、ある方の真ん中の文字が上からさしすせそのように、作業の文字が順に並んでいます。第3問。ある方に共通することは何ですか？正解は、ある方は前にばをつけると別の語になるでした。ある方の前にばをつけると、上からバッシング、バッテリー、バッチリ、バッテラ、バックネットのように別の語になります。第4問。ある方に共通することは何？
正解は、ある方は五十音表で続きの語でした。それぞれひらがな2文字に変換すると、ある方はすべて五十音表において連続する順番になっています。第5問、ある方に共通することは何？正解は、ある方は逆しりとりになっているでした。すべてひらがなに変換するとき、一番下の客室の語尾のつがその上の頭文字になっているように、ある方は下から逆しりとりになっています。おまけ問題です。ある方に共通することは何でしょう？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。